はい、こんにちは。今日はこちら来ましたね。ハイ&ロー、ザ・戦国ということで、はい。で、ハイ&ローといえばもうこの方々ですよね。あの LDH、エグザイルのヒロさんが代表を務めるこの LDH のお箱中のお箱です。さあ、なぜ私がこれを紹介すると言いますと、もちろんこちら、この演目は宝塚でもですね、公演をされているんですが、今回のこちらですね、ハイ&ローザ戦国に、なんとこの二人、登場するということです。はい。まずお一人目がこちら。はい。南舞斗さん来ました、マイティー。いや、今乗ってますね。ね、今まさにですね、星組とともにですね、Me and My Girl の主演ビルを演じていらっしゃるさなか、実は裏でもこれが動いてたんですね。もう LDH の完全にこれも男役でいきますよね。いや、そうそうたるメンバー、後ほど説明しますが、そうそうたるメンバーの中でこの感じ、超かっこいい。そしてもう一方、この方、はい、瀬尾ゆりやさん、瀬尾っちですよ。この方も出ます。ちょっともうね、なんかね、一人だとね、やっぱりちょっとね、なんかまあゲスト枠みたいな感じにしちゃいますけど、二人出てくるともう宝塚の男役かなり変われていると、もう男としていくっていうことだと思うんですけどもね、まさかこれでヒロインかっていうのはちょっとね、言い方失礼ですけど、ないんじゃないかなと思いますので、来ましたよ、これは楽しみ、どうなるのかと。はい、いや本当にそうそうたるメンバーで、それ以外のメンバーがですね、出てきてる、もともといっぱいいると思うんですけれども、出ているメンバーとしましては、片寄涼太さんね、まあ片寄涼太さんね、土屋太鳳さんの旦那さんですよね。片寄涼太さんはもうドラマ、映画、舞台、そして歌、もちろんね、ボーカリストであらしてるんで、もうどれをとってもすごい、ね。私ね、個人的にはちょっとエグザイルと三代目 JSOULBROTHERS ぐらいで止まってる人間ですら、この方は知ってるぐらいのですね、片寄くんはかなりもう来てますし、まあ、続いてリクさん、藤原一樹さん、浦川翔平さんと、まあ、LDH、今の LDH をね、引っ張るそうそうたるメンバーの中に、ボンボンと来ました、この南舞斗さんと瀬尾ゆりやさん。負けてないと。負けてないというかね、むしろっていう感じのね、これも楽しみしかないですよね。いや、ハイ&ローの最新作となる舞台、戦国時代活劇、ね、ハイ&ローザ戦国ということになりますので、いやー、本当に今マイティは乗ってますよね。ね、星組とねコラボやったと思ったら、今度まさかの LDH とコラボということで、ぜひこれね、大成功を収めていただいて、あれ、男役ってすごいんだなと。本当に今回のね、いろいろな件で分かりましたけど、まだまだ宝塚、名前はもちろん知ってるけど見たことない人いっぱいいるなっていうのも逆に感じることができました。なのでですね、今回この LDH ファンの方の前でですね、披露ができるわけですよ。まあもちろん知ってる方も多いとは思いますけど、知らない方にもですね、今回のこのマイティとセオッチのね、男役パワーをバーンと見せつけていただいて、今後のミュージカル、もはやですね、やっぱり宝塚卒業した男役の方はね、女性になるのに時間かかるみたいなのももちろんあるんでしょうけれども、男の役というかね、まあそれこそ変な話、エリザベートのトート的な役とかであればもうね、全然男女混合のミュージカルでも十分にできると思いますので、まあ、その辺の一つの指標をですね、今回のこの時代劇活劇でですね、時代活劇でですね、もうぜひ見せつけていただけたらなと思っております。いやー、楽しみ、すごい来ましたね。
2024年の1月29日東急歌舞伎町タワーシアターミラノ座で公演となっております。これもまず大ヒットしていただいて、ぜひ地方にもぜひ地方にも、まあライブビューイング、ライブもですね、ぜひやっていただきたいなと思います。さすがですね、ヒロさん、見るね、見る目があられる、相変わらず見る目があられる。今ね、また代表か社長に戻られていらっしゃるかと思いますので、今後もぜひぜひですね、この宝塚とのコラボガンガンに進めていっていただけたらなと。相乗効果でですね、どちらもどん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 いい風にいけばいいなと思っております。はい、楽しみです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。